今回装着するこれマルチバー USB ミラーグランプタイプ C100mm、 リバーのマルチバーと充電部分が一緒になったアイテム、これが普通のミリ、ここがミリバーね、ハンドルバーと一緒の 22.2mm なんだけど、これに本当はね、このスリーブを入れるんだけど、で、だいたいこんな感じ。付属の配線がいろいろあるので、結束バンドもついてるので、ハンターカブの場合はこの平型端子のハーネスだけでつけれるはずで、装着に必要なもの、まず14ミリのコンビネーションレンジが2本、まあでもこれはスパナでもいいです。ミラーを外すのに2本いる。で次これ10ミリ、ここに10ミリのこいつは高圏のセミディープソケットを使ってる、ちょっと長い方が便利で、こいつはアースを取るのにマイナス線を固定するのに使います。で配線処理するためのインシュロック、結束バンドですね、結束バンドを切るためのニッパー、これちっちゃくて、電源を取るときにフロントのブレーキスイッチから取るので、どっちがプラスか分かんないなので、テスターがいります。テスターはアマゾンとかで1000円ぐらいで売ってるそうなんですが、これはいいやつなのでちょっと高いやつって感じです。じゃあよいしょ、まずこれ何を外してる、ゴムのブーツですね、14ミリで、でいいですね、いいですね、やっぱ手前にしようかと、でここダブルナットで注意しなきゃいけないのが、これ逆ネジなんで、のの字の方向で緩みます、のの字の反対で締まるので、はい、あ、そっち側でしょ、でグーズで、ここをやりやすい方向でやってください。はい、いつかおっしゃってお、ここに物が来るので、はい、ここをピタッとくっつけるとくっつけない方がいいです、うん、ちょっと隙間を空けた状態で、丸出しだとよろしくないので、スパイラルチューブを巻きましょう。ですね、うん、はい、はい、一辺戻して。電源入れます。はい。電源見ますね。はい、プラス5を取ると。12.16。違う、75。じゃあここで一回キー切ります。はいはいはい、ゼロボード、はい、他電源入れます。はい、もう 12.7 いくつになりました。でこれ確実にプ
プラスですよってことが分かりました、はい、反対側を拾った場合は 0.0078、 はい、はい、反応ないです。ないです。 0.000 になりました。 0.009、 はい、これはマイナス側です。マイナス側です。 OK です、はい。10ミリですね。閉めます。下に来ました。じゃあこっちから出ました。あそこの辺にあるはず。で、つけるときはプラスからマイナスから関係ない。まあ、関係ないね。電源出てない。あ、そうか。うん、使わないときはバースト出てくる。そっちから見えんかもしれないけど出てくる。後で取ります。アップル認証。で、行きます。はい、わかります。もう一丁。